理工学部機械工学科の早瀬と言います。機械工学というのは、簡単に言うと古典的な物理を実際に役立つような機械に仕上げていく、こういった学問になります。そしてこのベースとなる古典的な物理は機械の四力学、機械力学、材料力学、流体力学、熱力学と言われるものに大きく分けられます。原子の世界からもう宇宙の方まで飛んでいくようなもの、こういった幅広いスケールを扱う学問でもあります。大学に入ってからの大きな流れですけれども、まず1年生、ここでは実際には高校の延長になりますね。数学や物理も高校のレベルではまだちょっと機械工学には足りない、こういったところでもう少し難しいことをやっていきます。そして2年生からが機械の四力学をメインに勉強していくことになります。実際に機械で加工工作実習をしてもらったり、図面を描いたり、こういった作業を勉強が入ってきます。そして3年生では一通り機械工学のベーシックなところが身についてきたところですので、自分の興味に従って専門的な科目を勉強していきます。そして4年生では総仕上げということで卒業研究に入ります。一人一人に指導教員がつきまして、マンツーマンの教育を受けながら自分独自の研究を進めていくことになります。で、多くの学生さんがこの卒業研究では物足りなくて大学院へと進学していきます。理工学研究科、もうすぐ総域理工学研究科に変わりますけれども、この研究科の特徴として横断型コースというのがあります。今まで話してきましたように機械工学というのは決して一つの細い専門でできているわけではありません。いろんな分野の成果を取り入れて最新のものを作っていくことになります。基本的には何が問題なのかを把握して、どういう大雑把な理屈が成り立って、それをより詳細に理解するにはどんな学問分野を学べばよくてというのが身についていきます。こういった力を持っていますので、学生時代にやったことと直接関係ないことでも立派に活躍していっている卒業生がたくさんいます。具体的には人気がある業種では重工業や自動車産業、そして精密機器、こんなところが人気がある就職先ですけれども、その他ソフトウェアを作る会社に行く学生さんも多くいます。また今では医療機器関係もだいぶ人気がありますね。高校生までだと今、先生からいろいろ課題が与えられて、それを解いていくと試験の点数も良くなって、そんな勉強をしている職も多いかもしれません。でも大学に入ったらそういった勉強ではちょっと大変になってきます。自分で興味があったことを調べていく、そういったところではいっぱい失敗ロスがあります。それにも負けずに、あ、少しこの自分で図書館で調べてたら分かってきた、こういった経験をたくさん積んでもらうことが大事になります。受験勉強で、忙しい高校生活かもしれませんけれども、ぜひ読書をしてください。それも時代が違うところ、例えばローマ時代の英雄カエサルが書いた本、今読んでも新鮮です。こういった読書によって、身近な人の経験だけではなくて、もう2000年も離れた世界を想像する力が養えます。原子の世界や宇宙、こういった身の回りだけではなくていろいろ想像していかなくちゃいけない、こういったことをやるためにはぜひとも読書で
時代を超えた友達を作ってほしいと思っています。